毎度ネギ前です。はい、というわけで最近ねちょっと、ま、生活っていうか料理作ったりとか過ごす動画で喋らずに生活音を伝えたいと思って動画撮ってたんですけど、今日は喋りながらやっていこうと思います。とりあえず今動画をね撮り終わって化粧落とすかな落とさんかなって迷ってる時、とりあえず手だけ洗いたい。そう、このね T シャツ着たら結構反応いただくんですけど、一昨年ぐらいかなに BL のグッズ購入でやったガイチのね、トーニャか、かわいいプリンを作ってて一口食べたんですけど、まだあったかい時に食べちゃったからもうちょっと冷やしたいと思って食べようと思います。コップ忘れた、先冷やしてたけどぬるくなってきてる。これの作り方は前にも動画でアップしたんですけど、牛乳がねまた賞味期限とかが近づいてきてたから消費しようと思って作って、カップがねこれ2個しかなくって、生地がまだ2個分ぐらい余ってて、食べきって洗ったらもう一回ね作るんですけど、今日はおやつやけどなるべくカロリー控えるっていうことで、カラメルソースはね、まあ、めんどくさいっていうのが一番でかい理由なんですけど作らずそのまま食べてます。でも美味しい、フライパンの方が意外と簡単にできるねんなって知った。私ね牛乳のなんか乳製品、コーヒー牛乳とかイチゴオレとかは好きなんですよ。牛乳単体で飲むのが中学生の時とか給食で出てたけど、その時も無理で、まあ期限近づいたらこういう感じでね消費してます。ごちそうさまでした。多分ね一番最近やってるゲームやっぱ動物の森、今もやってるんですけど、バイオがまだ終わりきってないからやってんのと、あとアイスボーン2年前に発売されてずっと買おうと思ってたけど結局買い逃してたんですよ。でゴールデンウィークの時にセールしてて 30% オフぐらいでめっちゃ、ね、安くなってて、でそれをセールやってるっていうのが終わる1時間ぐらい前に気づいて、もう速攻ダウンロードしてでねやってるんですけど、ちょっとつけよう。学生時代の友達とね電話して通信しながら、まあ、オンラインでちょっとレベル上げを手伝ってもらってたんですけど、喋るの終わって切った後に激酔いしたんですよ。今までね 3DS とかテレビもねちっちゃいね画面でやってたんですけど、普通の家のこの普段アニメとかを見てるねテレビでやってすっごいもう激酔いして、なんかそれがトラウマになりつつあってあんまりできてない。ちょっと試行錯誤してね頑張ろうと思います。ここにはねシールが私好きでね昔から集めてて、まあ100均とかがほとんどなんですけど、これ最近ね使い場所ないかなと思って探した結果こうやってやるようにした。レシピはね前に書いてたものなんですよ。結構動画とかでやったものがあるんですけど、目分量とかでできないタイプ、なんか肉じゃがとかやったら目分量でもうパッパってやるじゃないですか、とかじゃなくてお菓子作りとかなんか大事な量のやつとかを書こうと思って、材料をねなるべく表に書いて後ろに作り方をバーってまとめるっていうやつで、そこ、まあ、そうやってまとめてたんですけどにシールをね貼るようにしました。このドラえもんとかもあって、あとはまあパンダ、私の好きなパンダとかおじさんとか、自分の字すごい嫌いなんですけどシールでちょっとごまかそうと思ってこんな感じでおうち時間を過ごしてます。シールってやっぱ何歳になってもいいよね。あと今まで動画でね言ったことなかったと思うんですけど、何写経般若心経を書くのが好きで、これいつやったよ初めて、多分高校生ぐらいの時、まあ昔っていう昔からやってるわけじゃないんですけどに、なんかちょっと暇つぶしでバーって書いてやってる。まあおかげでね般若心経言えるのは言えるんですよっていう密かな特技ではないんか、趣味。筆ペンとかっていうか、まあ、筆サインペン100均とかのもうこだわりもなくね普通にこういう安いやつとかで、まあ、時間を潰してるわけなんですけど、まあ、これね失敗ちょっとしてるから最後まで書き切ることはないと思うけど、筆ペンとかね、あと習字とか持つときはちゃんとね持てるんですけど、私普段さっきみたいなねメモとか字書くときになんか持ち方変で、それが直せないっていうか
別に書けることは書けるけど、なんかねすごい変な字になるから、普段の字書くときこうやってる。なんていうの、多分普通はこうなんですよ。でもこうなんか中指をこうやってこれで書いてる。だからこう書いてるところつつね、結構言われると思うからあんまり写したくないんですけど、昔からねペンはそう思っちゃうっていう感じの趣味でした。最近ねこのヨガマットを買って、私ねどれ買っていいかわからんかったから、すごいねアウトドアな友達に聞いて、毎日使えたらこういうのがいいとかそういうアドバイスをねもらって、で結局まあアマゾンの上の方に出てた1センチぐらいのやつかな、アマゾンベーシックス、なんかこのアマゾンの上の方に出てきたやつを買って、ただでさえ私運動嫌いやからさすがにやばいと思って、体重もちょっと最近1キロ2キロ増えまして、でまあ買ってまだね2週間ぐらいかななんですけど、一応買ってからは毎日使ってます。基本的にオガトレさんの動画か、あとマリナさんのマンションでもできるあのダンスみたいなやつをあのね検索していつもやってます、お風呂前とかに。だからすっごいなんか最初は別にそんな窓も換気しながらやってるから別に涼しいなみたいな感じなんですけど、2、3分してきたらすごいポカポカしてきて、終わる頃にはちょっと汗が流れるかなぐらい。まあ、走り回ったりする運動とかすっごい嫌いやけど、ストレッチ程度とかならね私もできるかなと思って、で去年か今年の初めぐらいに買いましたって動画で多分チラッとだけ言ったと思うんですけど、この使い時もあんまりなくって、ベッドの上でさすがにねこんなんやるのもなんかマットレスに響くかなと思って、だからこれもようやく最近使うようになった。ただこうやって上にねちょっと足を乗せて、でこの太ももの裏のなんかセルライトとかを潰すっていうか、ここをゴロゴロってやったりとか、お腹のところにもペターってやってゴロゴロってやったりとか、まあ、私はねこういう知識がないから全部動画を見ながら見よう見まねにねやってます。そうだから5月のお気に入りぐらいでこのマットは入るかなと思います。まあ、でも今紹介したからもしかしたらね省くかもしれへんけど、すごい良かったです。っていうわけで今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイドー。